リ・ユーとロゴのある新潟交通のバスリ・ユーとは、新潟交通が発行する非接触 IC カードを媒体とした乗車カードである。2011年4月24日の始発便から、新潟交通グループが運行する新潟県、新潟市の一部の路線バスを皮切りにサービスを開始した。新潟市は2007年4月1日に、政令指定都市へ移行したのを機に、公共交通の振興や、 道路交通の円滑化などしない域の交通施策を体系的に進めながら、多角連携型の街づくりを促すための短中期、計画、新潟交通戦略プランを2008年3月に策定した。この交通戦略プラン策定にあたり、その一環として、バス交通の振興と利便性向上を目的に、オムニバスタウンの指定を受けるため、 市と新潟交通などは共同で2006年7月から新潟市オムニバスタウン計画の内容検討を進め2007年3月23日に同計画を策定4月20日に国土交通省で行われた指定申請ヒアリングを経て5月17日に同省へ指定申請書を提出6月4日付で受理されて正式に指定を受け 2012年度末まで6カ年計画で整備事業が進められることになった。オムニバスタウン計画には、前述の交通戦略プランで指定された、中央区の基幹公共交通軸に基幹バスを運行させることや、市内の路線も再編、バス停留所の環境整備のほか、バスの運賃支払いなどに使用する非接触式、IC カードによるストアードフェアシステムの導入などが盛り込まれた。 同年秋には導入計画の骨子も固まり、新潟交通は12月16日、リ・ユートの発売日を2011年3月16日、サービス開始日を同年3月26日として、市内線、近郊線の一部路線バスを川切りに順次導入する、旨を発表した。サービス開始に先立ち、3月2日から3月11日にかけての10日間、 事前に登録したモニターによる試験運用が実施された。3月11日に発生した東日本大震災の影響により、新潟交通はカードの発売、サービス開始とも延期する旨を発表。その後カードの発売開始日を4月17日、サービスの開始日を4月24日とする旨を4月5日付で改めて発表し、それぞれ予定通り開始するに至り、 サービス初日には、新潟駅、モズクチバスターミナルで運用開始を祝うセレモニーが取り行われた。サービス開始と同時に、乗車ごとの運賃生産額と月間の累計運賃生産額に応じて、ポイントを付与するポイントサービスの運用も合わせて開始された。リュート、新潟検討を進めた結果、IC カードは2011年春の導入が決定。 これに合わせに、新潟交通は2010年6月に、カードの愛称募集を実施したところ1076点の応募があり、同社の社内選考会を経て、同社と国土交通省、新潟市、市民代表、デザイナーなどによる最終選考会で検討した結果、計17点の応募があった、理、優と、に決定した旨を8月20日に発表した。新潟の画商、 リュートに由来するもので、メイン表記は、多くの利用者に親しみを持ってもらえるようひらがなとした。また、英字表記は、リュートとし U の元に、お配して、横向きにすると、IC と読める隠し文字が施された。カードのデザインも相性に合わせ、日本海と、品濃川、阿賀野川の二大河川、さらにかつて市内中心部に張り巡らされていた堀と、柳並家をイメージしたものが採用され、 ライトブルーを基調に、水の流れと風に揺れる、柳の葉などを模したデザインとなった。サービス開始以降、サービスエリアやサービス内容を順次拡大しており、同年度中に一部を除く、市内線、近郊線の全路線で、サービスが開始された。合わせて、同年度末の2012年3月16日には、定期券サービスの運用を開始したほか、 同年7月20日には30分以内に路線バスを乗り換える際に自乗車目の運賃を割引く乗り継ぎ割引サービスの運用を開始した。さらに2012年度中には同市中心部に乗り入れる近郊、郊外線の全路線への導入完了を予定しているほか、県内線高速バスでも導入を予定しており県内の他のバス事業者などと検討を進めている。 なお前日のバスカードと紙製の回数券については、理、ユーとの利用促進や環境負荷の軽減等を目的としてサービスを停止することとなり、2013年6月30日をもって販売を終了、同年9月30日をもってサービスを全面終了した。バスカードの販売終了後、利用者のカード切り替え需要の急増により、リ ユーとの在庫切れが一時相次いだため、新潟交通グループでは、無記名式カード及び、記名式カードの発売を一時休止し、在庫が確保された8月24日までの間に、限り、バスカードを販売する措置を行った。ただしバスカードのサービス終了後も、新潟県内高速バス共通カードと、新潟交通観光バスの紙正回数券は、引き続き発行する。 新潟交通グループでは2013年3月23日から、リ・ユート・エリアで東日本旅客鉄道の IC カード、スイカのサービスを開始した。新潟交通は自社システムと併用する形で、スイカのシステムを運用しており、リ・ユート・エリアと同一範囲を、スイカ新潟エリア都市、リ・ユートと並行してサービスを実施している。なお、リ・ユートハリ。 理、ーとエリアでのみ利用可能で他のスイカエリアやスイカ電子マネーサービス並びにスイカと相互利用サービスを実施している他の IC カードエリアでは理、ーとは利用できないまた理、ーとエリア内ではスイカはじめ他の IC カードの利用方法についても一部制限があり理、ーとエリア内ではスイカ等のチャージは取り扱っていない他、理 ユートで実施している各種の立議割引サービスは、スイカ等の単体だけでは適用されない。スイカ利用可の区間も参照カードは大きく分けて3種類がある。ストアードフェア方式の大人運賃生産用の一般カード、小人運賃生産用の子供カード、定期券機能とストアードフェア機能を合わせた定期券の計算種類で障害者割引運賃が 自動適用される障害者カードの発行も可能である。いずれもカードの新規発行時に、デポジット500円が別途必要となる。一般カード子供カードの新規発売額はいずれも2000円で、うちストアードフェアが1500円、デポジットが500円。定期券の新規発売額は、県面区間の定期運賃に加え、デポジットが500円別途必要。 ストアードフェアの入金上限額は2万円で1000円ごとにチャージすることができる。利用方法については口述する。なお、カード裏面の16桁のカード番号の上2桁のアルファベットは NB となっている。一般カードには無記名式と記名式の2種類がある。汎用タイプの無記名式は、新潟交通グループの取扱窓口と、 ゆうとが利用でできるる。車両で発売している紛失時の再発行はできないが、取扱窓口で登録手続きを取れば、手数料なしで下記の記名式に切り替えることができる。記名式は、新潟交通グループの取扱窓口でのみ、発売している。剣面には、名義人の氏名と性別が記載されており、購入時に、氏名、 住所、電話番号、青年月日、性別等の登録が必要となるが、1万1、紛失した場合は、新潟交通グループの取扱窓口で、紛失登録の手続きを取った上で紛失したカードを、使用停止し、登録手続きから3日後以降に確認した、カード残高をもとに再発行を受けることができる。ただし紛失登録時には、 再発行手数料とデポジット500円が別途必要となる。なお、記名式の一般カードは名義人以外は使用できない。また、記名式として登録したカードを無記名式に切り替えることはできない。子供カードは記名式の1種類のみ、新潟交通グループの取扱窓口でのみ発売している。懸免には、名義人の氏名、性別、カードの有効期限。 割引種別、子供が記載されており、利用期限は小学校卒業年の3月31日までとなっている。記名式の一般カードと同様、購入時に、氏名、住所、電話番号、青年月日、性別等の登録と合わせ、保険証など、本人確認ができる書類が必要となるが、紛失時には紛失登録の手続きを行えば、 再発行することができる。ただし紛失登録時には再発行手数料とデポジット500円が別途必要となる。また、中学校進学後は無効となるが手続きを行えば引き続き記名式の一般カードとして使用できる。定期券サービスは2012年3月16日から一般路線バスにおいて開始され、理由とサービスエリア内の窓口で取り扱う定期券は 同日の発売分以降、すべてリ・ユートでの発行に切り替えられた。通常の定期券としてだけでなく、あらかじめチャージしておくことで、記名式カードとしても使用でき、定期券区間を越えて乗車した場合は運賃、支払い時に差額を自動生産できるシステムが用いられている。また IC カードのリライト機能を活用して、これまで記名式カードを所有していた場合は、 窓口で手続きする際、カード情報を更新することによって定期券機能を追加することができる。また、継続購入や利用区間等が変更になった場合も、手続きの際に手持ちのカードを更新して引き続き使用できる。定期券を使用しなくなった場合も手続き後は、記名式カードとして、それまでのストアードフェアを継続して使用できる。なお、スイカをはじめ全国10種類の交通系。 IC カードには定期券機能を付加することはできない。券種編集理、由と定期券には下記の3券種7種類がある。均一フリー定期券従来発売していた市内均一区間全線定期券を理、由とかに合わせてサービス内容を見直した。従来は通勤用1ヶ月12000円のみの設定で割引はなかったが理、由と化け後は 通勤定期券を均一区間内の任意区間で購入した場合と同額の30%引きの8400円に値下げされた。スクールワイドお出かけ65お出かけ72型交通管内の一般バス路線に乗車できるフリーパスタイプの定期券。スクールワイドはリ・ユートカと同時に企画された学生限定フリーパス。なお、 小人運賃の設定はなく、小学生以下の割引は適用されない。また、これまで発売されていた高齢者向けのフリーパス、お出かけ、定期券2種類も理由と化され、紙製での発行時に必要だった、顔写真の提出は必要なくなった。ただし従来同様、年齢を確認できる身分証明が必要となる。発売額は、 お出かけ65が6ヶ月用3万3000円、1年用6万円。お出かけ70が6ヶ月用2万2000円、1年用4万円。いずれも発売は月決め単位で、有効開始日は購入月の1日からとなる。なお購入月の途中でも発行可能だが、その場合も購入月の1日を有効開始日として取り扱い。 日割り計算による割引は適用されない。利用エリアは、新潟交通グループの新潟市中心部発着、全路線と、新潟交通観光バスの柴田、京和瀬、片東営業所管内の一部路線で、理、優とエリア外でも一部の路線、区間で利用できる。ただし高速バス全線、新潟交通佐渡全線、新潟交通観光バスが運行する、自治体共同運行路線。 新潟市各陽成区の区バス、柴田市、コミュニティバスの市街地循環バスなど、新潟交通グループが運行業務を受託する、コミュニティバスの一部路線、区間では利用できない。主なサービス内容、編集割引率等1ヶ月券の割引率は、通勤定期各種が30%、学生定期各種が40%に設定されているが、これとは別に、 期間割引が設定されており、有効期間が長期ほど割引率が高く設定されている。スクールワイド、お出かけ、定期券も同様に有効期間が長期ほど1ヶ月あたりの金額が安価に設定されている。発売方法、手数料等新規購入の場合は、全県市とも利用開始予定日の7日前から、新潟交通グループの定期券取扱窓口で発売する。 手続きの際、カードを含め新規購入する場合は、デポジット500円が別途必要。すでに所有しているカードに新規で定期券データを追加する場合は、カードの提出が必要だが、デポジットは必要ない。また学生は、学生証もしくは、健康保険証、お出かけ、定期券購入の場合は健康保険証、運転免許証など年齢を確認できるもの。 障害者割引を受けている場合は、各種証明書類などの提示も合わせて必要となる。継続購入の場合は、スクールワイド、お出かけ、定期券は有効期限の30日前、均一フリー、通勤定期券、学生定期券は有効期限の14日前から手続きが可能。学生の新年度初回の更新時や、精神障害者保健福祉手帳が更新された場合、 と、各種証明書類が更新された場合には、更新手続きの際にも提示が必要となる。有効期間中の定期券の利用区間を変更することができる。その際に利用中の区間を一旦払い戻して、券面を更新し、変更区間との差額分を生産するが、手数料として500円が別途必要となる。また、区間変更手続きの際には、各種証明書の提示も、 必要となる。万が一紛失した場合は、一般カード子供カードで前述した通り、手続きの際に、身分証明書と再発行手数料500円、デポジット500円が別途必要となる。紛失した定期券に、チャージ残高がある場合は、再発行手続きと同時に紛失登録手続きを行い、再発行手続きから3日後以降に確認した、カード残高をもとに、 残高を再発行した定期券へ移行する手続きを受けることができる。定期券が不要となった場合は利用中の区間を払い戻すこともできる。その際には手数料として500円が別途必要となるがチャージ金額はそのままで記名式カードとして引き続き使用できる。定期券、カードのいずれも不要となった場合は定期券の利用中区間の払い戻し額と チャージ金額の残額の合計から手数料500円を差し引いた金額とデポジット500円が払い戻される。ただしカードを払い戻した場合、ポイントサービスの残高等はすべて無効となる。郊外特徳ワイド通勤定期券と学生定期券の利用者には定期区間近隣の路線にも乗車できるサービス、郊外特徳ワイドが付与される。新潟市中心部発着の近郊。 郊外線を6つのグループに分類し、定期利用区間の路線と、同一グループ内の路線とが合流する、市内中心部側の停留所があれば、定期区間と同一運賃以内の区間に限り、利用することができる。なお、市内中心部の運行区間型路線と重複しない、路線と近郊部発着で、市内中心部に乗り入れない路線は、グループ分類の対象外となる。 その他の一部路線も取り扱いの対象外となる区間がある。例、新潟駅前引く西小針間の定期券を購入した、バイドウイツグループには西小針線のほか、有明線、大堀線、寺尾線、西循環線、流通センター線が含まれる。蒸気区間と同じ新潟駅前から、大人片道370円となるのは、それぞれ上、新境町地倉前、 坂井林小学校前、西郵便局前、再生会、第二病院前、環境校舎前の各停留所までの区間で、県面区間と合わせて、経路区間が1枚の定期券で利用できる。家族割引サービス、新潟交通グループでは2006年冬から、通勤定期券の利用者が土曜、休日に、家族同伴で定期券を使用して、一般路線バスに乗車した場合、 定期券の名義人と同居する二親等以内の家族の運賃を大人100円均一に割り引く制度を実施している。理、ーと化け後は通勤定期券、均一フリーの2種類を対象としてサービスを実施しており、当該ケースでは定期券の県面区間内であれば同伴家族はワンコインでバスに乗車できる。なお小人については別途実施している。 子供ワンコインバスのサービスにより、同伴者がいなくても50円均一で乗車できる。新潟交通グループでは障害者の運賃割引制度を実施しており、障害の種別、等級によって大人、小人とも30から50%の割引を受けることができる。これまでバスカード、リ、ユート利用の場合は、降車時の運賃生産の際、乗客は障害者手帳等の証明書を運転しに、 提示し、運転士はそれを確認した上で、割引適用のため生産機を操作し、機器の適用が完了した段階で乗客が通常の生産操作を行う必要があり、概要で記したように校舎に時間を要すケースも発生していたが、2012年3月16日の定期券サービス開始と同時に、障害者割引適用分の運賃を自動生産できる。 障害者カードの発行を開始した。一般カード子供カードとも発行可能で通常のカードと同様に定期券データも追加できる。いずれも記名式で新潟交通グループの取扱窓口でのみ発売している。新規購入のほか、すでに一般カード子供カードを所有している場合でも取扱窓口で手続きを受ければ切り替えることができる。 カードの有効期限は1年間で1年ごとに取扱窓口での更新手続きが必要となる。県面には、名義人の氏名、性別、割引種別と有効期限が記載されている。なおバス乗車の際には運転士が身分確認を求めることがあるため、カード利用の場合でも障害者手帳などの証明書類を携行する必要がある。購入時に、氏名、住所、 電話番号、青年月日、性別等の登録と合わせ、障害者手帳、証明書など、割引対象者であることの確認ができる書類の、提示が必要。紛失時には紛失登録の手続きを行えば、再発行することができる。ただし紛失登録時には、再発行手数料、デポジット500円が別途必要となる。上記の通り、 一年ごとに取扱窓口での更新手続きが必要で、その際にも障害者手帳、証明書など書類の提示が必要となる。子供カードの利用期限は通常の子供カードと同様、小学校卒業までだが中学校進学後に一般カードへ切り替える場合の手続きも上記同様である。なおカードの発行対象は本人のみで、介護人は対象外となる。 障害の種別、等級などによって割引適用対象や割引率が異なり、必要となる証明書類も異なるが、これらに関する案内は新潟交通のホームページに掲載されている。タッチゴーの動き基本的な使用方法は他の IC カード乗車券と同様である。乗車時に乗車口にあるカードリーダーにカードをタッチし、 乗車停留所の整理券番号の情報を読み込ませる。読み取りが正常に完了した場合は、ピッとタッチ音が鳴り、乗車リーダーにカードの残額と整理券番号が表示される。降車時に、運賃箱上部のカードリーダーにカードをタッチして、運賃を生産する。読み取りが正常に完了した場合は、タッチ音が鳴り、カード残額から当該区間分の運賃が、 自動的に生産され、校舎リーダーに運賃引き差、額、カード残額、残ポイント、整理券番号が表示される。校舎時のタッチ音は、一般カードの場合、カード残高1000円以上の場合は、ピピ、1000円以下の場合は、ピピピと残高により異なる。子供カードの場合は残高に関わらず、ピヨピヨとなる。なお乗車時のタッチを忘れた場合や残高が、 不足している場合は、P とエラー音が鳴る。タッチを忘れた場合は乗務員に乗車停留所を申告した上でタッチの操作を行う。また、残高不足の場合は運転手に申し出てチャージした上で生産するか、現金もしくは、回数券、バスカードで残額分を支払う。ただし、定期券のサービス開始以降、リ・ユートのサービスエリアに該当しない路線や、リ・ 有都と非対応の車両で定期券を利用する場合は、従来の紙式の定期券同様、乗車時に整理券を取り、降車時に券面を提示して運賃箱に整理券を投入する手順となる。また、このケースで定期区間外へ乗り越す場合、乗り越し分の運賃は現金もしくは回数券、バスカードでの生産となる。複数人で乗車した場合は、バスカードと同様、 校舎時に乗務員に申告すれば生産は可能だが、新潟交通では乗降、生産をスムーズにするため、理、優と利用の場合は原則として、乗客一人につき一枚ずつカードを使用するよう協力を求めている。窓口での購入理、優との各カードは、新潟交通グループの窓口のうち、下記の計13カ所で発売している。 取扱窓口で新規購入する際は、使用開始時の希望チャージ額を指定でき、発売額は、基本額に1000円から1000円ごとに、最高2万円まで設定されている。取扱窓口ではこのほか、カードに関する各種手続きも取り扱っている。理、言うと、取扱窓口突起なきものはすべて、新潟交通が運営する窓口。イコール万代口バスターミナル案内所は、 定期券の取り扱いなし。バス車内での購入また、リユートが利用できる車両では、無記名式の一般カードのみを発売しており、停車中などに運転士に申し出れば入手できる。ただしバス車内で新規購入する場合の発売額は、基本額2000円のみとなる。窓口チャージストアードフェアのチャージは、前景の取り扱い窓口で行える。窓口によって、営業日、 営業時間等が異なるため、詳細は、新潟交通のホームページを参照。チャージ機新潟駅、もずクチバスターミナルの理由とチャージ切り、ユートのチャージ機は、下記の公共施設、店舗等に設置されており、1回の操作につき最大1万円チャージ、できる。チャージ機の営業時間は、各施設及び、店舗の開館、営業時間によって異なる。 チャージ機設置箇所車内チャージチャージはバス車内でも運転士に申し出れば可能だが利用できるのは千円札のみでチャージ額も三千円が上限となっており残額が一万円以上ある場合はチャージできないまた車内事故防止のためできる限りチャージ機を利用するよう呼びかけているリ・ユート以外の IC カードのチャージ取り扱いについて スイカをはじめとする全国10種類の交通系 IC カードは、リ・ユートサービスエリア内では窓口、チャージ機、バス車内のいずれにおいてもチャージは利用できない。リ・ユート以外の交通系 IC カードを使用してバスに乗車する際、残高不足の場合は JR 駅やコンビニエンスストア等での事前チャージが必要となる。なお、佐渡汽船の新潟港、両津港の 両ターミナル2階のカーフェリー改札口付近に各1台、設置されている IC カードチャージ機では、ピタパを除く9種類の IC カードのチャージを取り扱っている。また、イオン新型東店、イオンモール、新潟南、イオン、新潟青山店では、イオンリテール直営売り場のレジで、ネクスト2 1では、セブンイレブンで、万代、指定バスセンター及び、新潟日報メディアシップでは、 ファミリーマートでピタパを除く9種類の IC カードのチャージを取り扱っている。カードが不要となった場合は、新潟交通グループの取り扱い窓口で払い戻すことができ、カード内残額から払い戻して数量200円を除いた額と、デポジット500円との合計額が返金される。ただしカードを払い戻した場合、バス利用によるポイントサービスの残高等は全て無効となる。 理、ユーとには、ポイントサービスが付加されており、バスの利用ごとにポイントが付与される。ポイントには、乗車ごとに付与される、基本ポイントと、月間の累計生産金額に合わせて付与される、ボーナスポイントの2種類があり、たまったポイントは1ポイントを1円に換算し、翌月以降の初乗車時もしくは初チャージ時に10円単位で、乗車可能金額に還元される。ただし対象は、 ストアードフェアでの生産分に限られ、定期券による利用分についてはポイントは付与されない。また、県内高速バスの利用はポイントは付与されない。乗車可能金額は、チャージ金額とポイント還元金額の2本立てとなっており、還元金額の残高があるカードの場合、運賃生産の際には、還元金額が優先的に使用される。還元金額には、 有効期限はなく、カードを所有している限り乗車可能金額として使用できる。なお月始めのカード残高が上限2万円に近い場合は、上限額以内の範囲で還元金額が反映され、余剰分は翌月以降に繰り越して還元される。ただしカードを1年間利用しなかった場合、未還元のポイントは無効となる。またカードを払い戻した場合は、 ポイント、還元金額のいずれも無効となり、還元金額は払い戻し金額には反映されない。またスイカをはじめとする全国10種類の交通系 IC カードはポイントサービスの対象外でポイントは付与されない。基本ポイント金曜日、休前日の深夜帯が生産時間となった場合も平日扱いで付与率は10%のままとなる。例 一般カードを使用して、新潟市内近日区間で上行した場合、平日は 21P、土曜、休日は 42P が付与される。例、一般カードの残高が300円で、内ちチャージ金額が200円、還元金額が100円の際に、新潟市内近日区間で上行した場合、引き削額には還元金額が優先使用されるため、 還元金額100円、チャージ金額110円が生産に充当される。またポイントは、チャージ金額での生産分に対してのみ付与されるため、平日は 11P、土曜、休日は 22P となる。ボーナスポイント毎月1日から月末までの累計生産金額に応じて付与以降4万円までは2000円到達ごとに、200P 付与より優等を使用して、 路線バスを乗り継ぐ際には、乗り割30と、待ち割60の2種類の割引サービスが適用される。なお、双方の割引サービスは、同時適用されない。運賃の金額に関わらず、待ち割60が優先して適用される。また、下記の割引サービスはいずれ、森優とのみが対象で、現金、スイカ他では適用されない。ただし、待ち割六十は、現金。 スイカ等で生産する場合も、新潟市が発行する乗り換え現金カードを併用した場合は、割引運賃が適用される。また、一乗車目の降車処理時刻から自乗車目の乗車処理時刻までの時間制限は、実際に経過した時間軸にのっとったものであり、ダイヤ上で制限時間以内の乗り継ぎが可能な場合でも、交通事情等でバスが遅延して、 制限時間を超過した場合は割引は適用されない。定期券区間とカード残高での生産区間とがまたがる場合も適用外となる。乗り割り30、編集乗り割り30は乗り継ぎ場所を問わず、路線バスを30分以内に乗り継ぐ際、自情車目の運賃を割引サービスで2012年7月20日から開始された。サービス開始当初の名称は特に相性のない。 乗り継ぎ割引サービスだったが、2015年9月5日の BRT 路線、バンダイ橋ライン開業とバス路線再編など、新バスシステム開業に伴うダイヤ改正に際し、8割60が新設されたため、前日の相性に解消された。路線バスに乗車して、運賃を理由との乗車可能金額で生産した後、30分以内に路線バスに乗り継いで、 運賃を理由とで生産した場合、自乗車目の運賃が割引となる。割引額は大人50円、小人30円で、乗り継ぎ時間が30分以内であれば、異なる地点まで停留所を移動した場合でも割引が適用される。新潟駅前市役所前市役所前から、品野町新潟駅前本町小町品野町。ただし、割引が適用されるのは自乗車目までで、 三乗車目の乗り継ぎには割引は適用されない。三乗車目以降の奇数回は一乗車目としてカウントされ、以後四乗車目以降の偶数回に割引が適用される順序の繰り返しとなる。新潟駅前小町小町岸センター前が、ん、センター前引く上大見城、大見新潟駅、南口乗り割り30は、奇数乗車目の運賃生産から30分以内を、 サービス適用の条件としているため、運賃先払い方式を採用している、空港線のエアポートリムジニア、新潟駅南口新潟競馬場間の臨時急行バスを奇数乗車目に利用した場合、偶数乗車目にた路線を利用してもサービスの適用外となる場合がある。新潟市中心部を十三時十一分以降に、始発する深夜バス、新潟市観光循環バス、コミュニティバスでは、 乗り割り30は適用されない。観光循環バスについては専用の付いた地上車券を購入すれば道路線に限り自由に乗り降りできる。またコミュニティバスの運賃は中野小屋ルートを除き全区間均一運賃である。なお、乗り割り30は運賃生産をすべて利、ユートで行った場合に限り適用される。現金、スイカ等を併用した場合は割引は適用されない。 またスイカをはじめとする全国10種類の交通系 IC カードは割引の対象外で30分以内にバスを乗り継いだ場合でも偶数乗車目には正規の運賃が適用される。ち割60、編集待ち割60は前景の2015年9月5日のダイヤ改正時から運用が開始されたの。同日のダイヤ改正で BRT 路線、 バンダイ橋ラインが運行を開始したのに伴い、同線沿線に該当する従来の路線で、中央区中心部へ往来する際は乗り換える必要が生じている。そのため乗り換えが必要となる路線については、乗り継いだ場合も、下記の条件が揃えば、各方面と中心部の指定バス停の間で直通運賃が適用される。1、乗り換えが1回以内であることに、生産に利、 優等を使用すること3、一乗車目の運賃生産から自乗車目までの間が60分以内であること4、路線ごとに指定された停留所で乗り継ぐこと5、一乗車目、自乗車目とも、利、優等、乗車時、降車時にカードリーダーに正常にタッチすること追加等の場合は、一乗車目の乗車時及び1.2乗車目の乗り換え時には乗り換え現金カードのみをタッチし、自乗車目の 降車時には乗り換え現金カードをタッチした上で、追加等をタッチする必要がある。乗り換え現金カードで、子供運賃、一般割引で生産する場合は、降車時には一乗車目、二乗車目とも生産前に、乗務員にその旨を申し出る必要がある。六カード一枚につき一人分の運賃を生産すること、中央区中心部月形間の直通運賃は六百五十円だが、味方線は、 全便が青山発着となっているため、青山で乗り換える必要が生じる。一乗車ごとに生産する場合は、新潟駅前青山間210円、青山月潟間650円で合計860円と割高になるが、理、ユートでは自乗車目の運賃を割引方式で生産し、合計で直通運賃650円となる。前景のように現金。 スイカ等で生産する場合は、新潟市が発行する乗り換え現金カードが別途必要となる。現金のみで生産、及びスイカ等を単体で使用して生産した場合は、適用の対象外となり、指定定留所で60分以内にバスを乗り継いだ。場合でも自乗車名は割引とはならず、一乗車ごとの運賃が適用される。町割60が適用される、各路線間の乗り換えり、 ゆートの利用可能エリア、路線は、下記の通り。今後、利用可能エリアは順次拡大される予定である。各路線の詳細について、なお点検など、車両の運用上の都合により、リゆートを利用できない車両で運行する場合がある。また、下記以外の路線で、森ゆートを利用できる場合がある。リゆートが利用できる車両には、車体前面と側面の上行口付近に、 マスコットキャラクターの、リ・ユウトくん、ユウトくんをモチーフにしたステッカーと、交通系、IC カード全国総合利用サービスのシンボルマークの、ステッカーが重付されている。以下、サービスエリアとなっている路線を、サービス開始ビジに記す。二0 1 1年四月二十四日、サービス開始当初は、中央循環線など市内線四路線のほか、近郊線では、新潟市西区坂井林。 内野方面の各路線を利用可能エリアとした。なお近郊線は西区バス、赤塚地区住民バスなどコミュニティバスとして運行されている路線、区間も対象となった。当初の取扱窓口は、モズ指定バスセンター、新潟駅、モズ口バスターミナル、小町の各案内所、新潟南部、新潟西部、内野の各営業所であった。 2011年6月25日同日のサービスエリア拡大時には、主に新潟駅南口発着の近郊線を中心に利用範囲が拡大された。このうち、宇野古線の南中方、亀田駅前大鉱山連絡所間、亀田総通線の亀田上町から酒屋車庫間は、沿線住民からなる協議会と新潟市が拠出する地区住民バス運行費補助金が、 運行費用の一部に充当される、いわゆる住民バスとして運行されている区間である。この拡大と同時に、新潟東部営業所の窓口で、理、優との取り扱いが開始された。2011年7月30日同日のサービスエリア拡大時には、新潟市中心部から東区北部を経由して、北区北地区に至る路線を中心に利用範囲が拡大された。 また平日朝の通勤・通学の利便性向上を目的に市内郊外から中心部を経由して高等学校の集積地周辺へ運行しているモーニングライナーについても南区白根地区方面始発の一本を除く全系統で利用可能となった。なお、商品、太郎台浜線の新潟医療福祉大学入り口、太郎台浜間は前日の住民バス区間に該当する。 なお、これに先立って7月22日から、新潟北部、下山の両営業所の窓口で、リ・ユートの取り扱いが開始された。2011年9月3日同日のサービスエリア拡大時には、市内線のほぼ全路線と近郊線のうち新潟交通が単独で、運行業務を行っている、ほぼ全路線でリ・ユートが利用可能となった。 なお市内線のうち佐渡木線線の一部と、近郊線のうち空港線のエアポートリムジンと、新潟交通観光バスが運行業務を行っている路線では引き続き、リユーと被体をとされた。これに先立って8月27日から、入線営業所の窓口でリ・ユーとの取り扱いを開始。これにより新潟交通管内の全窓口でリ・ユーとの隠し手続きが行えるようになった。 2011年9月23日同日のサービスエリア拡大においては、国道8号などを経由して、西区、黒崎地区及び、南区方面に至る大野白根線の全系統と、新潟県道1号新潟コスド山上線などを経由して、江南区、その目両川地区方面に至る鳥屋野線の全系統、新津駅及びや大田駅から、南区白根地区に至る二路線など、 新潟交通観光バスの片東営業所管内の近郊線と空港線のエアポートリムジンでサービスが開始された。これにより新潟交通グループが運行する新潟市周辺の路線のうち市内中心部発着かつ新潟市域内のみで運行区間が完結する路線については一部を除くほぼ全路線でリユートが利用可能にまたモーニングライナーについてはこの サービスエリア拡大によって、全系統でリ・ユートが利用可能となった。これと同じく9月23日から、片東営業所でリ・ユートの取扱いを開始した。これによって、新潟交通グループの窓口のうち、新潟市域内に所在するすべての営業所、案内所でリ・ユートの隠し手続きが行えるようになった。また新潟交通グループの地域主会社の 窓口としては初めて、リ・ユートの取扱窓口が設置された。2012年7月20日同日のサービスエリア拡大時には、市内中心部発着の路線のうちエリア外となっていた、柴田、京賀瀬両営業所管内の一部路線でサービスが開始された。また、これまで一部の便で利用できなかった1日市、大鉱山線と空港線の確定でも、 全便で利用できるようになった。これにより、新潟交通グループが運行する、新潟市周辺の路線のうち、市内中心部を発着、経由する路線についてはほぼすべての路線が、また、新潟駅発着の路線では、大安寺線を除くすべての、またエリア拡大に伴い、7月13日より、柴田、京ヶ瀬両営業所でリ、ーとの取り扱いが開始された。これにより、 ユーとの隠し手続きは、新潟市中心部方面の一般路線を管轄する、新潟交通グループのすべての営業所で行えるようになった。2013年6月1日新潟市7行政区で運行されている区バスの新潟交通グループが運行業務を受託している路線のうち、運行路線が理由とエリア内を経由し、かつバスカードのサービスを実施している東。 高南両区の区バスにおいて同日よりサービスを開始した。また住民組織が運営主体となっている中央区新潟島北部と西区堺林地区のコミュニティバスでもサービスが開始された。理、ユーとエリアの区バスとコミュニティバスでは一般路線バスと同様、追加他10種類の IC カードも利用できる。なお区バスのうち理、リユーとエリア外の南、西間両区バスと 同社グループ以外の企業が運行業務を受託する北、秋葉両区バスでは、リ・ユート及び IC カードは引き続き利用できない。一部の車両で利用できない路線リ・ユート非対応車両が運用に充当される場合あり2018年12月1日、新潟県内高速バスのうち、北陸道、関越道方面の路線でサービスが開始された。これに伴い、 共同運行先の越後交通、首木自動車、IK アライアンスの県内高速バス車両も対応した。サービスエリア外の路線蒸気の通り薄い線、や、大田線、中新田線、薬科大学線、金津線、大関線、柴田競馬場線では利用可能。それ以外の路線では利用できない。蒸気の通り東区バス、港南区バスでは全線利用可能。また、 大堀線は西区バス区間でも利用可能。今後も郊外線のサービスエリアを拡大する予定。市のオムニバスタウン計画は当初2011年度末までの5カ年計画を予定していたが2010年3月に1カ年の延長が決定した。バスカード、回数券の販売、ご利用終了についてアーカイブド2013年4月18日。 アットザウェイバックマシン、新潟交通同月30日閲覧、IC カード乗車券、理、ユーと、在庫品薄に伴う対応につきまして新潟、交通8月1日閲覧従来の、市内均一区間全線定期券の発売価格は、均一区間を1ヶ月間、1日2回乗車した計算で12000円に、設定されていた。障害者割引制度のご案内新潟交通。 障害者運賃。新潟交通は2014年11月14日までの間、乗り継ぎ制限時間30分以内の条件について、その起点を、奇数乗車目の生産ではなく、奇数乗車目の校舎と誤って案内していたことから、乗り継ぎサービスの開始日から同日までの間に、対象に路線を利用した乗客を対象に、同日からサービス適用額を、 チャージ金額として返金する措置を実施している。新潟市に在住内市は通勤しているものが、新潟市に申請することで発行可能。申請してから即時の発行とはならないため、後日の郵送等による受け取りとなる。市では、発行対象外となる顧客や申請から発行までの時間に間に合わない可能性があり、利用を急ぐ場合は、即時利用可能なり、 ユうとの発行を呼びかけている。ありがとうございます。